はい、皆さんこんにちは、村田です。今回はですね、1万円をぐっとね下回る価格ながら高性能なアクティブノイズキャンセリング機能を搭載したサウンドピーツの最新モデル、こちらです。サウンドピーツ Air3 Pro をレビューしていきます。マイナス 35dB のね、消音効果を実現していて、なおかつね、めちゃくちゃ小さくて、耳にフィットして、もう装着感の快適さもね、めちゃめちゃ優れている、このね、イヤホン。価格を考えれば、もう音質だとか装着感、性能など、総合評価はむちゃくちゃ個人的に高いんです。コスパ最小だったり、VGP の金賞をね、取っているね、このイヤホン。注目度の高いイヤホンだったので、今回は初めてレビューしていきたいと思います。それでは行きましょう、イントロ。はい、それではね、パッケージ開封していきましょう。開けていくと、はい、これがケースですね。多分ね、このこんなにちっちゃいイヤホンのケースってあんまりないんじゃないかなと思いますね。あとは充電ケーブルですね。USB-C タイプのものが入っているのと、あとはね、説明書が入ってます。もうシンプルに、これだけですね。で、中にイヤホンが入っていると。これまたむちゃくちゃちっちゃいですよね。もう本当に手のひらにちょこんと乗るぐらいのサイズ感ですね。ということで、充電ケースと、まあ、イヤホン本体、あの、まあ、ケーブルですね。説明書以上のラインナップです。はい。まず、この充電ケースなんですけれども、横が約6センチ、縦がね、だいたい 4.5 センチぐらい。で、薄さは 2.4 センチっていうことでね、コンパクトかつスリムな形をしています。イヤホンをね、中に入れた状態でのこのね、総重量というのは、36.8g ということで、単三電池2本よりね、軽いんですよ。ズボンの中でね、重さを感じることってほとんどないんじゃないかなと思います。はい、かなりこれだけ小さくて細いので、今ね、割とこうタイトなね、ズボン履いてるんですけど、ポケットの中にこう入れても全然スルッと入る感じ。こんな感じでね。で、しかも、この、なんて言うんだろう、このポケットのポケット。なんて言うんだろうね、このイン、この、ま、さらにちっちゃいポケット。この中にも、ほら、入るぐらい。これぐらいね、ちっちゃいんですよ。まあ、ここに入れる人はあんまいないと思うんですけど、ただね、取り出しづらいからね。それぐらい小さくてスリムな、あの、この充電ケース。これだけね、小さくてスリムなので、携帯性の高さは抜きん出てるんじゃないかなと思いますね。デザイン的にはね、あの、マットブラック一色って感じで、すごくね、モダンなイメージを受けますね。指紋もね、割とつきにくいかなと思います。そしてイヤホン本体の方は、これも、マットブラックで統一されているのかな。で、このブランドのロゴだけメタリックっぽいね、ちょっとグレーがかった感じかな。ちょっとキラッとする感じですね。うん。で、かなりね、このステムが短くて、耳にした時にね、引き締まってスタイルな、ね、外観をしています。なんかこううどんがひょろっと、ね、出たような AirPods Pro とかああいう感じではなくてかなり短いのでそこまで目立たない印象がありますね。そしてこのイヤホンは防水レベル IPX4 に、対応していますので、まあ、もちろん水ポチャはできないんですけど、まあ、雨とか、まあ、運動中の汗ぐらいだったらあの問題ないぐらいの性能を誇ってます。再生時間に関しては通常モードで約6時間、ノイキャンね、併用することで約5時間持つそうですね。で、まあ、ちょっと、ね、再生時間的には短いかなとは思うんですけど、まあこの小ささなので、まあ、仕方ないのかなとは思いますけどね。充電ケースをね、この中に入れて充電することによって通常再生で約24時間丸1日持ちます。でノイキャをね、合わせて使うことによってで、まあ、最大で20時間持つそうです。はい、それでは装着していきます。このね、イヤホン本体は約 4.5g ということでかなり軽量ですね。で、こんな感じで装着していくと本当見てください、こんなちょこんとしたね装着具合になりますね。イヤホンの、ね、先端が楕円形になっていて僕の耳にはフィット感はいい感じです。だいたい 3,4 時間ぐらいつけっぱなしにしてこう使ってみたんですけど、まあ軽いし疲れにくいし痛くもなりませんでした。数時間ぐらい、あの、連続して使いたい作業用のイヤホンとしても優秀だと思いますね。iPhone との接続に関しては、Bluetooth 5.2 の最新のね、バージョンに対応しています。で、実際ね、バリバリこう、イヤホンつけながら作業している人で、ごった返すようなカフェとか、あとはまあ、電波がこう、飛び交っちゃうような、まあ、で、駅とか、改札とか、そのあたりでも使ってみましたけれども、音が途切れるとかっていうのはね、ほとんどなかったですね。で、イヤホンの装着に関しては、このね、S のマークがある、このブランドロゴですね、ここがね、タッチパネルになっていて、こう言って触れて操作する感じになりますね。で、タッチ感度は全然悪くないんです
ですけど、このイヤホン筐体自体がねちっちゃいので、こうハウジングあれどこみたいな、こうタッチパネルのね場所どこみたいな感じで最初ちょっと難しかったですね、まあ、S のこのロゴの部分をこう狙い撃ちするような感じでこう触れなきゃいけないので、慣れるまでには少し時間がかかるかもしれません。で、操作方法としては、まあ、音楽の再生とか停止、まあ、曲送りとか曲戻しとか、まあ、音量の上げ下げとか、そういったのをね、1タップ2タップ3タップとか、まあ、そういった感じで操作するので、動画の概要欄に記事入っていますので、そちらから詳しくご覧になってください。続いてノイズキャンセリング機能です。マイナス 35dB っていうメーカー向上値のこのノイズ低減効果をね、持っているということで、まあ使ってみましたけどすごく良かったですね。カフェでねパソコン仕事をしている時なんかは、店員さんのね元気のいい声とか、周りのお客さんのこう話し声とか、パソコンで仕事をする時のこうタイピングの音とか、まあそういった音をねググッとねこう小さくしてくれるような印象ですね。環境音に左右されることなく、あのパソコン仕事をカフェでしたい時にはめちゃめちゃ重宝しました。まあその一方で、陶器のコースターにコーヒーカップをね置いた時のこうキーンとするようなねこう高い系の音、まあそういった音はまあ消音効果に関しては弱い印象です。まあ、低音からこう中音にかけての、まあ、音、そういった音域をしっかり打ち消してくれるような印象を受けました。でさらに外音取り込み機能にも対応していて、まあ、カフェのねあのお店の換気扇の音だとか、まあ、今日お客さんがねこう椅子をこう引きずるような音、まあ、そういった音もかなりね外音取り込み機能を起動することによってグッとこう入ってきますね。普通に目の前の人と会話ができるレベルです。ただね若干こうサーッというような機械音って言ったらいいのかな、まあ、そういった音が入ってくるので、まあどちらかというとナチュラルな音っていうよりも機械的にこう集音した音っていうような印象でした。続いて通話品質に関してです。音声以外の雑音を自動で認識して音声のみを通話相手にクリアに届けてくれる高感度のマイク、そして通話用のノイズキャンセリング性能には対応しているのがこのイヤホンの特徴ですね。まあオンライン会議とかねパソコンに接続して使った様子を録画して、まあ、後でね聞いてみたんですけど、まあ、確かにねまあ自分のね周りの音っていうのがかなり抑えられて、通話相手に対して自分の声だけにフォーカスして伝えてくれるような印象です。会議相手からするとね、あの聞き取りやすくて快適だと思いますね。まあ、ただし声自体は、まあ、少しかすれたように聞こえるかもしれませんが、まあ、この価格を考えればね、まあ、全然のあのウェブ会議でも使えるレベルかなとは思いました。で音質なんですけど、この小さなねこの筐体にもかかわらず12ミリの大きなドライバーを積んでるんですね。まあそのせいもあってか、まあ、音自体が太くてこう安定感のあるどっしりとしたね音を奏でてくれます。低音にね寄ってるんですけど、まあ、中音から高音にかけて負けてなくて、まあ音域のバランスが取れているようなイメージですね。低音強めなフラットに近いチューニングかな。 EDM が疲れにくい印象を受けました。パワフルな低音域がこう土台にあって、その上に中音域と高音域が乗ってる感じで、それぞれこう邪魔することなく共存し合っているようなイメージです。歌声とか、まあ、楽器もごちゃつかずに分離感も程よくて、まあ、そのおかげでねボワッとせずに聞き取りやすい電子音的にチューニングされた音の解像度の高さが魅力ですね。ハイエンドなイヤホン特有のこう生っぽいねあのサウンドっていうわけではないんですけど、まあ、力強さと音域のバランスならまあそうですね2万円ぐらいのイヤホンにも匹敵するんじゃないかなと思います。1万円以下でなおかつアクティブノイズキャンセリング機能を積んでいる、まあ、完全ワイヤレスイヤホンでこんなに音いいのっていうね、まあ、正直驚くようなレベルでした。ゲーミングモードって言われるねこう低遅延モードにも対応していて、こういう風に音ゲーをする時にもかなり快適にね、音と映像の親和性があって音ずれがねしにくくて操作しやすいですね。最大ね60ミリセカンドって言われるねもう低遅延に対応しているそうで、確かに映像と音がねしっかりリンクしててずれが気になってストレスになることはなかったです。音ずれにね結構シビアなゲームでない限りは、まあ、ある程度使えるレベルだとは思いますね。はい、ということでサウンドピーツから発売された、ノイキャン搭載の、イヤホンをレビューしてきました。いかがでしたでしょうか。1万円以下としては十分音が良くて、ノイズキャンセリング機能も超効いてるし、コスパはかなり高いんじゃないかなと思いました。詳細気になる方は動画の概要欄に、商品ページのリンク、レビュー記事入ってますのでチェックしてください。そしてこの動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。